今日は、とってもいい天気です。ここは支笏湖畔駐車場。国道453号線を、札幌方向に進行します。今日は、この近くの、標高866メートルの門別岳にアタックです。登山口の近くにトイレはないので、どこかで済ませておく必要があります。カーブの先の横断歩道から右折します。ここです。ここ、見落としやすいので注意です。皆さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。このところ、山登りにはまって抜けられなくなっている、うぷ主です。今週は、今日で3日連続での登山になります。駐車場には、もう先客が来ています。いざ、Z 機を形容して進軍開始です。ここにも駐車スペースがあって、全部で10台程度は駐車できるようです。この山は、人気があって、すぐ駐車場がいっぱいになるようです。そんな、駐車場にありつけなかった一歩で遅れた人は、動画の最初のスタートにあった、支笏湖畔駐車場を利用しましょう。そこは、有料でお金がかかりますが、ケチな人は、午前9時から午後5時を外しましょう。駐車場の料金徴収時間がその時間で、それ以外はただやでー、ということです。9時から5時って、確か昔の支笏湖畔有料道路も同じだったはずです。やっと、本ちゃんの登山口ゲートです。入山届もあります。この山は、山頂まで車道がついていて、休憩車もなく、ただひたすら歩くだけです。距離的には往復で約10キロと長いけど、緩やかな上り勾配の道路で、ゆっくり時間をかければ、ファミリー登山にもぴったりです。実は昨日、登山口まで来ましたが、上がすっぽり雲に覆われていたので、景観絶望と判断して、札幌の片石山に転身しました。札幌は快晴で、絶好の登山日和でしたが、結果は前の動画の通りでした。で、天候が好転した本日、めでたく門別岳攻略となった次第です。
こうして、ただ登るのも大変なのに、この道路を作った人は、とんでもなく大変だったと思います。そんな道路を、ただで通ることができるんだから、通らない手はありません。健康にもいいし、自然の中のいい空気を呼吸できるし、登山はおすすめですよ。ただし、腹を空かせた熊さんの餌にならないように、対策はしっかりすんだよ。紋別岳は、ウィキペディアによれば、支笏カルデラの外輪山で、山名は、アイヌ語のゆっくり流れる静かな川、を意味する、も別に由来するそうです。山頂には、二等三角点が設置されているほか、NTT の無線中継所があります。
山頂のアンテナが見えました。まだ、あんなに遠い。道路は、あの山を、ぐるりとトグロを巻くようにして、山頂まで続いています。落石注意の看板です。眺望が開けました。チコチコブルーが続けて見えるようになりました。ウプ主は、自分の体を運転しているので、脇見禁止で、サイドビューはゴプロくんだけが楽しんでいます。
わおーん、きれい。頂上施設に着きました。もうちょっとでゴールです。やったー、登頂成功でーす。支笏湖姉さん。すっごい美人に見えます。この、空の青と、湖の青が、絶妙にコラボして、登頂者の労をねぎらってくれています。登頂時間61分、下山49分、距離 9.5 キロ。標高差685メートル、平均ペース、170%から190% でした。登山を始めて、まだ一月程度ですが、頂上からの絶景は、心が洗われるように綺麗で、
途中の苦しさをリセットしてくれます。この絶景を動画にすることで、登山できない人とも感動をコラボできることが嬉しいです。この動画は、これでおしまいです。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。あ、山頂表示の看板を忘れていました。これです、これ。板切れに、不吉祥な文字で門別岳865メートルとあります。外れるので、手に持って記念撮影する人もいるようです。いつまでも眺めていたい景観を、しっかり動画と心に焼き付けながらお別れです。では、バイチャー。